皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介しようと思っているのはこちらの自立一脚ですね。スリックのスタンドポット GX キャンパーということで、色がですね、緑色なんですよ。まあこういった緑色の三脚というのはかつてグリーンシャンク110というのがありましたし、現行品ではレプトス A294 キャンパーという製品もあるんですが、同じくキャンパーという名前がついたということで、スタンドポット GX キャンパーも緑色ということなんですね。アウトドアシーンで、まあ三脚黒い色ばっかしだと何か重苦しい感じだなという方はこういったグリーンのものをご検討いただければと思うわけですが、この自立一脚、グリーンというだけではないですね。もう一つの特徴はケース。ケースがね、このように。まあケース本来はこっち側が黒いんですけども、こちら側がですね、プロジェクターのスクリーンとなるというふうに考えられていて、内側が白くされているということで、こういった特徴もあるんですけども、まあこの色味が違うとか、スクリーンのケースがついているといった特徴以外に、通常のスタンドポット GXS という製品がこの製品の通常版であるんですが、通常版とは雲台が違ったりしますから、そのあたりの点について今日は詳しくご紹介していこうと思います。まずですね、スタンドポットという製品なんですが、これ、足がついている一脚です。本来一脚というのは一本棒ですから、手を離したら倒れちゃうというものなんですが、これは自立する足がついているということで、で、自立足もね、普通に立てても、まあこれでもある程度立つわけですけども、足を伸ばす。このように二段式になってます。二段式の足を伸ばすと、これ底面積が広くなりますから、その分倒れにくくなるということがありますし、さらにね、これ、開脚角度が2段階で変えられる。押して開くとか、押してから開くと、このように、かなり広い範囲で自立脚を広げることができる。この時の面積はですね、もう A4 版よりもはるかに大きいぐらいの底面積になりますから、これは安定して立ちますよということですね。まあ、機材自体は軽量機材、ビデオカメラを載せたりとか、まあ、レンズ交換式カメラでもミラーレス一応乗っかりますけども、そんなに本格的なね、大きいレンズを乗っける、そして手放しというわけにはいかないもんですから、どちらかというと軽い機材を載せておいて、このまま撮影するといった感じなんですけども、例えばね、自撮りをするときですよ。よく今 TikTok とか YouTube ショートとか短い時間の自撮り動画を撮ろうという方多いと思うんですけども、一般的な自撮り用のスタンドって結構ね、伸ばしてもね、高さが低かったりするわけですね。例えばこういう高さだったりする。ということになると、自分の顔を入れようとすると今度はね、空に抜けるといったことがあるわけですね。これね、高さによって使用被写体と背景の関係というのが変わってきますから、このスタンドポット GX キャンパーをお使いいただくと、もちろん低い位置から見上げるようなショットは撮れるわけです。大は小を兼ねるということで、この一脚の一脚部分ね、好きなところでこのレバーを倒せば止まる。このレバーを起こせば動かせるということなんで、好きな場所で止めることができます。ただ、大きいのは大は小を兼ねるですけど、小は大を兼ねないわけですから、このスタンドポット GX キャンパーのすごいところは、このように、まだまだ伸びるということですね。カメラ位置を高い状態にして、このようにして自撮りをすると、例えば、どこかの会場、まあ、キャンプ場とかでもいいわけですけども、この自分を映しつつ、背景のキャンプ場もしっかり入れることができるということで、どちらかというと、上から見下げることによって、背景地面までしっかり入れることができると。ということですね。まあ、例えば芝桜がいっぱいある公園なんかで映ってる本人と背景ということを入れようとすると低い位置のスタンド、自撮りスタンドだったらそれが背景入れることができないのが、まあ、しゃがめばいいのかもしれませんけどね、立った位置で入れようとするとなかなか大変なのが、こういった背が高い位置になる自立一脚だとカメラ位置から自分が入って下の風景を入れることができるということになるわけですね。
そしてこのスタンドポッド GX キャンパー、スタンドポッド GXS というレギュラーモデルと共通なのはこのクイックシューなんですが、これはね、ビデオカメラがつくようにビデオピンがあって、カメラのネジがあって、そしてここを引き起こすとスマホホルダーが組み込まれているというタイプのクイックシューがついています。だから自撮り撮影でビデオカメラ、カメラ以外にスマホも選べるということでね、非常に便利なわけですが、今度はこれにカメラをつけて使おうというわけですが、ここからがスタンドポッド GX キャンパーの独自の部分ということでお話ししていくわけですけども、まずはこのようにネジのつまみがついてますからね、コインとかを出さずにそのままこうやってクイックシューをカメラに取り付けることができます。そして取り付けたクイックシューをカシャンとはめ込んで、この時にですね、一般的な運台、スリーウェイ運台だと縦位置にするときにカメラが倒れる方向がこっち側、シャッターボタンが上に来るように倒れるわけですね。ところがこのスタンドポッド GX キャンパーはこの倒れる部分が逆についているということで、シャッターボタンが下になるように縦位置になります。これがポイントなんですね。今回はこれ、ニコンに FTZ というアダプターをつけて重いレンズをつけているというパターンなんで、重心位置がどちらかというとレンズ寄りに来てますが、本来はレンズが重いと重心位置前側に来ます。そういった時にカメラとクイックシューの間はネジで止まってますから、重さがかかる方が下がるんですね。これだと重さがかかるレンズ側がネジが締まる方向に力がかかるということで、緩みづらいということですね。まあそういった意味ですごく合理的な設計になっているというのがスタンドポッド GX キャンパーの 3way 運台なんですね。ノーマルモデルだとこれが逆なんで、どちらかというと緩みやすい方向。まあだからどちらかというと重いレンズをつけないという前提で作っているわけですけども、これはある程度何も考えなくてもネジが締まる方向に力が考えるようになっているということなんです。そしてもう一つ、どちらかというと好みの問題かもしれませんけども、このスタンドポッド GX キャンパーについている3ウェイ運台のこのハンドル、短いのがついています。ノーマルモデルのスタンドポッド GXS のハンドルはもっと長くて細いということで、これはね、短くて太いハンドルがついているので、まあ握りやすさはこう手に収まってすぐ握れるということで握りやすい。あと長さが短いから畳んだ時に邪魔にならないということも考えられています。どちらかというとコンパクトサイズ、サイズが小さいことを狙っている運台ということですね。で、左右方向の動きと上下方向の動き、縦位置横位置に関しては独自のネジが緩みにくい構造ということで、ここまでよく考えられている運台がついているというのは、スタンドポッド GX キャンパーならではの特徴ということです。まあ、今日ご紹介したスタンドポッド GX キャンパーは、まあ、この普段の撮影ですね、手持ち撮影よりも安定する一脚、手持ち撮影よりも安定して使える自立一脚と。いうことで非常に便利に使えますよということと、動画撮影にも使いますし、あと自撮り撮影の時に便利ということでお話をさせていただきました。まあ、ぜひですね、スリックの製品このようにいろいろ工夫して作ってますよということを、まあ私このチャンネルで伝えてますので、ぜひ手に取ってチェックいただければと思います。今日ご紹介しましたのはスタンドポッド GX キャンパーでした。この緑色の足が非常に魅力的ですので、ぜひチェックしてみてください。